皆さんこんにちは。ウィーレジェンド管理栄養士のどのめです。今日第17回は、15回16回に引き続いて、ウィーレジェンド上野を、お迎えして、トレーニングについてや、サプリメントについてとか減量期についての話っていうのを、ずっと聞いてきたんですけれども、今回は、前回タンパク質と炭水化物と脂質についての話とかは聞いたんですけれども、それ以外のミネラルとかビタミンですとか、そういった、あたりの、食事どうしてるのかなっていうところや、その他についてもいろいろちょっと、深く掘って聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ぬるめさん、どうですか？はい、ほぐれてきたじゃないです か、 かはい、やっと終わった尻上がりで、はい、よかったです。この先どうかと思いましたけど。いいですね、はい、はい、ありがとうございます。すんなり進められそうですね、はいはい、よろしくお願いします。じゃあ早速、はい、何ですか、はい、聞いてくださいな。前回そのタンパク質、炭水化物、脂質という三大栄養素については、いろいろちょっとお話聞いたんですけれども、その他 の、 ビタミン、ミネラルっていうのもすごく大事、体を整える上で、大事だと言われてるんですけれども、その辺上野さんはちゃんと、どんな風に取り組んでるのかなっていうのを聞いてみたいんですが、はい、いかがですか？そうですね、やっぱりそのPFC の三大栄養素はこう、気にする方がほとんどだと思うんですけど、やっぱりね、ビタミン、ミネラルかなり使ってます。はい、はい、飲んでますか？はい、飲んでます。こうなぜ飲んでるかっていうところで、やっぱりその口に入れるものはどうしてそれを取ってるのかっていう理由がある方がやっぱりいいと思うんですね。考えてるんですね。はい、ビタミン、ミネラルは、一時期取らないということをしてた時期もあったんですよ。取らなかったらどうなるのかなと思って、はい、人体実験自分でしたんですか？そうそう、もう日々その、もう人体実験ですよ。もう減量してる方、鍛えてる方、これ人体実験なので、皆さんもその実験の過程を楽しむと、楽しんでいただくと成功の道が近いのかなと思います。自分の体に何が合うかってね、確かに個人個人違うところもありますからね。おっしゃる通りです。でビタミン、ミネラルを取らなかった時期があったんですけど、そしたら肌ボロボロになったんですよ。乾燥しちゃって、これはやっぱりダメなんだなと思って、なのでまた再導入という形 で入れてます。上野さんはこれはいつも、時間帯をどういうふうに分けて飲んだりとか、一気に飲んだりとかってなんかこだわりあったりしますか？1日何度かに分けるという方法も一つだと思うんですが、私は飲み忘れとか怖いので、もう朝1で、1日8粒目安量を、パッと全部飲むようにしてます。なるほどなるほど、はい、なんていうかその、タイミングを分けると、その分飲み忘れのやっぱリスクなので、必要な量が取れない可能性がある。それならもう1回で取っちゃっていいので、規定量を取り切りたいという気持ちがあって、そのタイミングで飲んでます。なるほど、私もこれ飲んでて、これ私の本当に私物なんですけど。ああ、そうなんですね。そうなんです。そう、私は結構分けて飲む派ですね。体の大きさの違いとかもあるかもしれないんですけど、結構分けてで、特に自分の中では本当普段の食事からやっぱビタミン、ミネラル取れるようにすごく気をつけてはいるんですけれども、気をつけてもいるし、そのビタミン、ミネラルが入ってるような、海藻とかキノコとか野菜が好きなので、すごく普段からよく食べてるんですけど、やっぱちょっと足りないなとか外食続いたなっていう時には、もう絶対飲むようにしてますね。今その、海藻キノコの話出たんですけど、ちょっとその辺私もちょっと触れたくてですね、結構その辺は私も大好きで取るんですね。このビタミンやミネラルを取るというような意義の他に、食物繊維などを取りたい、という食物繊維の量は結構意識的にそのどれくらい以上取らなきゃっていう数は決めてないんですけど、意識的に取るようには心がけてます。キノコを食べてみたり、そうですね、玄米を食べてみたり、玄米、そうですね、玄米ですもんね、毎日ね。そうですね、食物繊維豊富ですからね。あと、もうこれも裏技的に使ってる方もいらっしゃると思うんですけど、玄米炊くときに食物繊維も一緒に取りたいから、難消化性テキストリンのパウダーとかも入れてみたりとか、さらにそうですね、ということをしてます。
ます。これもちょっとその入れる量とか食物繊維の取る量によっては、うん、ちょっと下痢してしまうこともあるので、うん、そこだけご注意くださいというのは、うん、ありますけど、うん、まあ、意識的に取った方が、まあ、何よりお通じとかも良くなるので、そうですね、はい、いいのかな、その辺は気をつけてます。と、なんかその減量期って結構イメージとして大変なんじゃないのかなと思うんですけど、はい、なんかそういう苦労とかそういったのってありますか？布目さんって減量したことあります？ちょっとしかないです。 あんまりないんですよ。続かないですね。多分布目さんが考えてる私の場合は3倍しんどいと思います、はい、もうね、そうですよ ね、 落とす体重の量もすごいですもんね、もうダメなんですよね。ジャンクなも好きで、はいはい、ラーメンが食べたい、うん、もう丼いっぱいの中華も食いたい、うん、思います。本当に夢に出るくらい、うん、夢で白飯を、山盛りの白飯を夢の中で食べる、はい、そういう夢を見、パッと目覚めて、夢だった、よかった、うん、ってまた寝るみたいなところは結構その減量の末期になるとあったりします。どうやってそれ乗り切るんですか、そういう誘惑を。そういう時のもう必殺技はチートで食べちゃう、チートデーを設けて食べちゃう。なるほど、そう、まあちょっと去年チートデー入れすぎたので今年は要注意しようかなと思ってやってます。はい、そこはね。あとはこれ見てる方も結構ストレスに感じてる人は多いと思うんですけど、うん、普段ご自身で食事を作って持っていく方、うん、まあ、それを食べてれば決まった時間に食べれたらいいんですが、そういうのが難しくて、例えば出先とか出張とか、うん、そういう時で普段自分がコントロールしているその食事プランが実行できないような時とかもあって、そこをストレスに感じる方も多いと思うんですけど、結構私も、まあ、外に出ることが多かったりするんですけど、その時は結構コンビニとかに入ってお蕎麦、お蕎麦食べます。なるほどなるほど。お蕎麦にゆで卵3つとか、温泉卵3つとか、はいはいはい、そういうので、指導入れます。ね、お蕎麦もね食物繊維多いですからね、うん、同じその主食として摂るものの中では、うん、減量にはすごくお蕎麦って向いてると思いますからね。ね、なんか蕎麦って結構食べれる場所多いじゃないですか、うん、立ち食い蕎麦屋。そうですね、確かに確かに、あれそれね、どこでもなんかコンビニでも絶対売ってますしね。そうそうそう、うん、使わない手はないかなと思って、うん、まあ一つそこまでこう、うん、キンキンに炭水化物を、うん、管理してるような方でなければ、うんうん、いいのかなと思います、はい、ありがとうございます、うん、では、今回は、まあ、減量期の、まあ、ミネラルとか、ビタミンについての話や、まあ、苦悩についてのお話を聞きました、はい、ありがとうございました。なんかその辺の苦悩とかを、はい、取れるような商品開発できないですかね、はい一緒に。そうですね、そうですね、ないですかね。そうですね、でもミルキーとか結構良かったんじゃないですか。確かに甘いものを、ね、食べたく、甘いものを、うん、がどうしても我慢ができないというか、うん、そういう方にとっては、うん、弊社の製品はかなりその助けになるようなものは頑張って作っていると思います、うん、そのおっしゃる通り、ね、ミルキーとかも、ね、結構ちょっとデザートの、ね、感覚で食べれたりする、うん、飲めたりするから、なので甘いものを仮に減量中、うん、食べたい方はプロテイン、うん、プロテインを飲んでください、うん、で、ちょっとトロトロの濃いめにするとおすすめで、まあ、私のプロテインはあんまり正直甘いもの、うん、そこまでこう、うん、そう、ならない、そこまで執着がないので、うん、まあ、割とその、うん、ナチュラルだったり、うん、玄末だったりとか、うん、そういうのを使う場合が多いです、うん、結構なんか私の周りでも最近やっぱり飲み始めてくれてる人いるんですけど、うん、最初はそういう味付きなもの、はい、おいしいおいしいって飲んでたんですけど、だんだんなんかもう味いらないっていう方増えてきて、飲んでいくとなんかそういう気持ちになるのかなっていう、うん、私はまだ味付けが好きなんですけど、それはもう全くナチュラル、ね、はい、がいいっていう人、うん、いますね、やっぱ増えてきてますね。あと個人的に、うん、シェイカーを使わずにプロテインを飲む方々、ビルダー飲みをする方々にとってビルダー飲みをしたら一番美味しいプロテインは私ナチュラルだと思ってるんですよ、はい、なのでビルダー飲みいつもその持ち歩いてるプロテインの容器にはナチュラルが入ってる場合が多いです、うん、
あのもうこれもあんま言うとあれなんですけど、うん、ちょっとこの動画今社長見てるからあれなんですけどあの抹茶とか、はいはい、抹茶ビルダーのみむせやすいです。あ、確かに抹茶ね、はいはい、本物の抹茶の粉とか入ってるからそれが粒子がそうですね、なんかふわーってなりますもんね。抹茶はだからビルダー飲みはせずに寝る前のご褒美的に飲んでます。あ、それ以外のビルダー飲みはナチュラル、皆さんナチュラル、ビルダー飲みをしてるあなたナチュラル買ってください。はい、はい、てな感じですかね。はい、はい、ではありがとうございました。では、何回目ですかね、グッドボタン、あの応援してくださる方、よかったと思う方は、よろしくお願いします。登録、チャンネル登録もこちらにお願いします。ありがとうございました。あとね、あの布目さんに、まあ、ちょっとこう触れてほしいテーマとかが、はい、あ、そうですね、コメントに、はいね、コメント欄に書いていただけると、はい、あの管理栄養士、はい、あのバドミントンをしながら選手をしながらの管理栄養士なので、はい、そういうアプローチでお話ができることがあると思います、はい、そういう場合コメント欄にいただけたらと思います、はい、いただけたら、はい、で私もあの YouTube にちょこちょこ出ますので、私にがどういうものを触れてほしいのかみたいなのもご意見いただければ、それをちょっと取り上げて動画作りたいと思いますので、ぜひご協力お願いします。お願いします。以上ですかね。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございます。